さあ、そしてイヤホン本体を見ていきましょう。グロスブラックということで、確かにちょっとこうキラッとした感じになってますね。はい、でこちらが N6 Pro です。カラーはですね、マットブラックということで、先ほどの N6 のグロスブラックと比べるとキラッとした感じがなくてマットな感じになっています。 N6 と N6 Pro で発売されている全4色のカラーが今この手元にあるということですね。これすごい、今すごい光景だなと思います。はい、どうも皆さんこんにちは。オーディオ系のガジェットを専門にデビューしている YouTuber のラーモーです。今回ご紹介しますのはこちら、ヌアールから発売されている完全ワイヤレスイヤホン N6 と N6 Pro を今回ご紹介します。最近コロナウイルスの影響もありまして、外出自粛の状態が続いています。そんな中でも音楽を聴くことで精神的な支えになることを感じていただきたいということで、今回ですね、ヌアールさんから N6 と N6 Pro 全4色を送っていただきました。なので色や質感の違いも映像で分かるようになっているかなと思います。今回の N6 と N6 Pro なんですが、簡単に説明するとかなり音質にこだわった完全ワイヤレス製品になっていまして、ドライバーを金属の筐体に収納してモジュール化しています。なので有線のイヤホンと同じアナログでの音作りが可能になっています。簡単に言ってしまえば、このイヤホンの中にさらにイヤホンが入っていて、そこでアナログでのねチューニングをして、さらにこうチップに内蔵された DSP を使用してデジタルでの音のチューニングもすることで、かなり細かくチューニングをすることができるアナログとデジタルのハイブリッドのチューニングを行っています。なので音はかなりいいですね。そのヌアールさんの作りたい音をデジタルとアナログのハイブリッドの音作りでかなり細かくこう追求することができるようになっています。音質はですね、両方とも HDSS という歪みを抑えて臨場感を再現する技術が採用されていて、とてもクリアで美しい音質になっています。 N6 はですね、パワフルなメリハリのある音質になっていて、 N6 Pro はですね、フラットで繊細な音も表現できるような音質になっていて、 N6 Pro の方がまあ値段は高いんですが、音質が全然違うので N6 Pro の方がいいよっていうわけではなくて、好みで選ぶのがいいかなと思います。連続再生時間が約11時間、ケース込みで約55時間ということで、かなり長く再生可能となっています。防水性能は IPX4 ということで、まあ運動時とか、あと雨が降った時にねちょっと濡れてしまったとしても安心できる防水性能になっています。コーデックはですね、 SBC、AAC、AptX に対応していて、 iPhone でも Android のスマートフォンでも機種を選ばず気軽にね高音質で音楽を楽しめるようになっています。ではあとはですね、開封しながらご紹介していきます。はい、ということでヌアールの N6 と N6 Pro 開けていきます。では N6 から開けていきます。じゃあ開けます。はい、おー、きたー、こんな感じになっています。まず一番下にユーザーガイドがついてました。これが非常にわかりやすく、かなり細かく書かれているので、初めて完全ワイヤレスイヤホンを使う方でも安心できるかなと思います。まずこちらが充電用の USB ケーブルですね。Type C になっています。でこちらがイヤーピースになります。しっかりと梱包されています。これはまあこうやって開ける感じですね。イヤーピースは SML の3サイズ付属していきます。アップで見るとこんな感じです。開口部見るとね、結構広くてあまり音に影響を与えないようなイヤーピースになってるかなと思います。じゃあまずケースを見ていきましょう。ケースはこんな感じになっています。上にヌアールのロゴが入っています。で質感はですね、マットな質感になってますね。手垢とか指紋もつきにくいですし、滑りにくいような材質になっています。で裏に充電用の USB Type C の端子がついています。で開けるとこのような感じになってまして、開けるとここに充電残量を示すインジケーターが光るようになっています。さあ、そしてイヤホン本体を見ていきましょう。グロスブラックということで、確かにちょっとこうキラッとした感じになってますね。でこちらの縁の部分っていうのかな、シルバーになってますね。このような感じになっています。こちらにイヤーループがついているので、耳にしっかり固定できるので、運動時に使用するのも良さそうですね。そうで、これがすごいんですよね。ボタンが3つついてます。物理ボタンですね。真ん中にちょっとこう大きいボタンがついていて、上下にさらにボタンがついています。でこのイヤーループはこうやって外すことができるようになっています。はい、ではケースにしまっていきます。お、磁石はめちゃくちゃ強い。まあ、かなり強いですね。こう磁石が弱いとね、しっかりしまったつもりでもちゃんとセットできてなかったってことがあるので、磁石が強いのは非常にいいですね。でしかもこのイヤーループがついている完全ワイヤレスイヤホンってちょっとしまうのがめんどくさかったりすることもあるんですが、しっかりとしまえるようになってますね。はい、では続いてですね、 N6 Pro 開けていきます。はい、いきます。はい、来ました。同じようにしっかりと書かれた説明書が付属してきます。あ、
N6 とちょっと違うぞ。まず充電用の USB ケーブル、こちらタイプ C になっていますね。でそれから先ほどご紹介しましたイヤーピースが付属してきます。で N6 Pro はもう一種類イヤーピース付属してくるようです。これスピンフィット社の CP360 ですね。 SML の3サイズ付属してきます。このようにですね、非常にこの透明度の高いシリコンになっていまして、医療グレードのシリコンを採用したイヤーピースになっています。なので痒くなりにくいのが特徴になっています。でまたここの部分がこのようにですね、動くようになっているので、耳に入れた時に外耳道の方向にね、こうくるっと動くようになっているので、圧迫感なくしっかりとフィットできるようなイヤーピースになっています。はい、ではケースを見ていきます。マットな質感で手垢がつきにくいような感じになっています。先ほどの N6 と同じ感じですね。いや微妙に違う。 N6 の方がヌアールのロゴが多分これシルバーですね。でこっちはゴールドということなんだと思います。さあじゃあイヤホン本体見ていきましょう。はい、でこちらが N6 Pro です。カラーはですね、マットブラックということで、先ほどの N6 のグロスブラックと比べるとキラッとした感じがなくてマットな感じになっています。で横を見るとこちらはゴールドになってるんですね。こっちの方がちょっと高級感はあるような気がしますね。で先ほどと同じように3つのボタンがついています。そしてなんと今回、先ほどご紹介しましたグロスブラック、マットブラックの他に N6 はシルバーですね。で N6 Pro の方はレッドカッパーですね。 N6 と N6 Pro で発売されている全4色のカラーが今この手元にあるということですね。これすごい、今すごい光景だなと思います。はい、でこちらがですね、 N6 のシルバーになります。グロスブラックと同じでちょっとこうキラッとした感じになってますね。で横を見ますとシルバーになってますね。同じようにボタンも3つついています。でイヤーループはブラックなんですね。グロスブラックとはまたちょっとこう違った印象のカラーになってますね。はい、でこちらが N6 Pro のレッドカッパーですね。カッパーはまあ銅なんですけども、ちょっと赤にこう黄色っぽい色を混ぜた感じで上品な色してますね。で横を見ますとゴールドになってますね。マットブラックと比較するとこんな感じですね。レッドカッパーの方はちょっとこうキラッとした感じで、ちょっとツルッとした感じがしますね。でマットブラックの方はマットな質感で、ちょっとこう質感がカラーによっても違うようですね。接続なんですけども、一番最初は多分蓋を開けるだけでこんな感じで出るので、これを押します。そうするとこのようにペアリングの要求が出るので、ペアリングをします。そうするとこのように接続済みになります。簡単です。はい、ということですね。先ほどの開封シーンから7日経っています。まずですね、つけてみた感じを見ていただきたいかなと思います。正直こう耳にね、すっぽり入るっていうよりは、ちょっとこう耳の外にこう出てるような感じではあるので、存在感は結構あるかもしれないですね。ただこのようにですね、イヤーループがついていて、それをこう耳のこのここの部分にですね、引っ掛ける感じになるんですね。落ちにくいです、ここで引っ掛けてるので。防水性能も IPX4 あるので、運動時に使うのもいいと思いますね。いつも通りですね、使ってみていいなと思った部分と、ちょっと微妙だなと思ってしまった部分も述べていきたいと思います。まずいい部分ですが、洗練されたデザイン。今回全色お見せしましたが、派手すぎず落ち着いた印象がありつつも、 N6 Pro はですねゴールド、 N6 はシルバーを使用していて、かっこよさもありますね。特にこのレッドカッパーの色合いはとてもいいですね。どうしても赤って個人的にね、派手な印象があるなと思っていたので、この色合いならね、落ち着いた印象の赤なのでファッションにも合わせやすいんじゃないかなと思います。ケースもですね、大きすぎず手にねしっかりと馴染む大きさですし、マットな質感なので指紋とかもつきにくいようになってますね。また実際に使用してみたんですが、とても使いやすいです。特にですね、操作性が非常にいいですね。物理ボタンがイヤホンの上に3つ搭載されてるんですが、タッチセンサーだとね、どうしてもこう誤操作が少し多い印象ですし、物理ボタンでもこのイヤホンのね、この正面にボタンがあると、こう押した時にね、耳の奥にね押し込む感じになるのが個人的に嫌だったので、上にボタンがあるとこうやってねつまむ感じで押すことができるので、非常に操作しやすいです。それにボタンが3つ搭載されてるので、左右で同じ操作が可能になっています。よくあるイヤホンは左右で操作内容が違うので、時々わからなくなっちゃう時もあるんですよね。どっちを押すと曲送りだったっけなみたいな感じになっちゃうんですよ。でもこれはですね、両方とも同じ操作なので覚えやすいですし、ボタンが3つあるので、例えばこう1回押すだけで音量を上げれたりとか、長押しで曲送りができたりとか、簡単に操作することができるのがかなり好印象ですね。それに買い物に行った時とかに、片手に荷物を持っている時は、左右で操作方法が違うイヤホンをしていた場合、例えばこう右手にね荷物を持っていて、右側のイヤホンじゃないと操作できない操作をしたい時に、一回こう持ち替え
えていくからこう操作しなくちゃいけなかったんですよ。でもこれは両方とも同じ操作ができるから、まあ空いてる方の手で簡単に操作することができるので、非常に使い勝手がいいなと思います。再生時間も約11時間と長いですし、防水性能も IPX4 なので、先ほども言いましたがイヤーループがあるので、耳にね、しっかり固定することができるので、運動時に使用するのもいいなと思いますし、これもまた珍しいんですが、イヤホンに内蔵されているバッテリーは、アルミケースで封印されたボタン電池を採用していまして、発熱しても膨らまないし、落下の衝撃にも強いということで、安全性にも配慮されています。なので、総じて非常に使いやすいなという印象ですね。それから音質についてですが、N6 はですね、クリアで明瞭な音質で、少しこう低音が強めかなって感じですが、バランスも良く、メリハリのある音質で、音楽を楽しく聴ける印象ですね。特に男性ボーカルも女性ボーカルも前に出てきて、距離も近いので、ボーカルを楽しみやすいなというふうに思います。雑味もなくクリアな感じで、解像度も高くて、低音もね、しっかり出るので、ロック系を聴くのが特に楽しい印象ですね。一方ですね、N6 Pro は、N6 より少しこう低音が控えめで、よりフラットな音質になってますね。特に中高音の解像度は、N6 と比べると、かなり高くなっている印象で、細かいニュアンスも分かりやすくて、非常にクリアで明瞭な音質といった感じですね。音場もですね、N6 Pro の方が広めで、奥行きを感じられるような印象なので、個人的にはバイオリンが含まれた楽曲を聴くときは N6 Pro がいいなと思いましたね。それから付属してくるスピンフィット CP360 を使用すると、少しこう低音がこう緩くなったような、ちょっとこう輪郭がこう緩くなったような感じはするんですけども、その分少し高音はクリアになるような印象があります。特に純正のイヤーピースは、開口部も大きくて、イヤホンの音をね、そのまま耳に届けてくれるような印象なんですけども、CP360 は開口部が狭くなっているので、純正のイヤーピースはまた違った感じの音質を楽しむことができるようになっています。それからヌアールはこちらですね。ウレタンのイヤーピースも発売していまして、マジックイヤーフォームイヤーピースというやつになります。これでね、N6 Pro を聞くのが特に良かったですね。一回潰してからこう耳に入れることでね、徐々にこう膨らむタイプのイヤーピースなので、密閉性もシリコンよりも高いです。なので、低音の量感も少し増して、フラットでバランスいいんですけども、より迫力が増したような感じもあるし、ボーカルの距離もね、結構近くなります。なので、こちらのね、ヌアールのウレタンのイヤーピースを使った時の音が一番好きですね。特にこれはね、低反発タイプと言いながらも、非常にこう膨らむスピードも速くて、どうしてもね、こう低反発のやつだとちょっとこう膨らむのが遅くて、すぐに聞けないんですけども、これは結構ね膨らむのが早いのですぐ聞くことができるので使いやすい印象もありますし、背も低いので完全ワイヤレスイヤホンに入れた時にね蓋が閉められないということもないので非常にいいですね。続いて微妙だなと思ってしまった部分なんですが、特になし。正直ここまでクリアで明瞭な音質の完全ワイヤレスイヤホンは今まで紹介してこなかったので、音質の満足度はかなり高いと思いますね。はい、ということですね。 N6 と N6 Pro のご紹介でした。 N6 と N6 Pro も両方ともとてもクリアで明瞭な音質なんですが、 N6 の方が少しこう低音が強めでメリハリもあるので、例えばまあこうロックとかEDM とか、よりね、ノリよく音楽を楽しみたいなっていう方は N6 がいいんじゃないかなと思います。N6 Pro はフラットで明瞭な音質で、繊細な表現も得意なので、例えばこうバイオリンが含まれた曲なんかは N6 Pro の方がいいなと個人的には思います。なので、プロの方がまあ値段は高いんですけど、プロの方が上っていうわけではなくて、音質が違うので、自分の好みで選ぶのがいいんじゃないかなと思います。ノイキャンもですね、外音取り込み機能もついていませんが、その分ですね、3つのボタンで簡単に操作することができて、音質もかなりこだわっていて、個人的にはかなり満足度の高い商品だと思いました。特にね、最近こう家でね外出自粛の方も多いかと思うので、よりいい音で、ケーブルもないので家事とかしながらでも使うことができますし、 iPhone で動画を見るときもね、そんなにこうすごい遅延があるというわけではないです。なので動画を見るのにもいいかなと思います。下にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしていただいて、何かわからないことがありましたら質問していただければなと思います。はい、ということですね。この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それからですね、下に Twitter のリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ダラモでした。